アイテム番号 SCP-CN574 オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル。現在軌道上に存在する6機の財団光学大気観測衛星が常時大気圏内の SCP-CN574 実態を監視しており、1つ以上の SCP-CN574 実態が地球の大気圏に突入あるいは地球の大気圏内で発生した場合、機動部隊青い犬5が出動し回収にあたります。回収された SCP-CN574 実体は磁気閉じ込め容器内に固定し、容器内には1台のカメラを設置し監視を行ってください。SCP-CN574 実体同士の間には最低10メートル以上の距離を置いてください。SCP-CN574 の兵器転用プロジェクトの進行にはすべからく L4 以上のセキュリティクリアランス保持者の許可が必要ですが、それ以外の通常の研究を行うだけであれば L2 以上のセキュリティクリアランス保持者の許可を持って行うことができます。説明。SCP-CN574 は直径約 25cm のヘリウム3原子です。3次元空間上において、SCP-CN574 実体は高い透明性を持った球体の形状をとっており、実体を光が通過する際わずかに湾接します。このため、実体は光学的手段を用いて探査し収容することが可能です。SCP-CN574 実体はその大きさを除けば、通常のヘリウム3原子と同一の性質を示します。注目すべき点として、SCP-CN574 はその明らかに巨大なサイズにもかかわらず、実体の挙動は通常の原子と同様に量子効果に従います。具体的には観察者が存在しない場合実体は確率運的状態にあり、その体積は削除済みに向かって緩やかに増加していき、確率運的状態にある SCP-CN574 が外部の観察者によって観測された瞬間に崩壊し元の大きさまで縮減します。しかしこの時、実体が分布していた領域のどの座標に収束するかは完全にランダムであり、確率運的状態においてはあらゆる物理的及び非物理的な阻害を受けません。また、確率運的状態にない場合でも、物理的な阻害を受けません。ただしこの時磁場の作用だけは受けることが判明しています。単独の SCP-CN574 はいかなる物質にも影響を与えず無害です。しかし、2個以上の SCP-CN574 実体が秒速。M 以上の速度で相互に衝突する場合、衝突の中心点で核融合反応を誘発します。この反応の際、K 以上の圧及び強烈な光放射を周囲に放ち、さらに痛烈な衝撃波が発生します。この時の影響半径と爆発威力は反応に参与した SCP-CN574 実体の数量に比例します。反応後の爆心周辺に SCP-CN574 実体及び類似した性質を示す実体は確認できず、この点において我々の世界の通常存在するヘリウム酸による核融合反応と異なっています。SCP-CN574 の由来は依然として判然としませんが、これまでの観測資料から鑑みて、SCP-CN574 は月軌道内でランダムに発生しランダム軌道を描いて無規則的に動き回り、それが地球の大気圏に侵入していると推測されています。その性質上 SCP-CN574 そのものの完全な収容は不可能です。SCP-CN574 実体の発生は非常に稀であり、現在財団は7個の実体を保管しています。SCP-CN574 の兵器転用プロジェクト及び SCP-CN574 を用いた核融合炉の建造計画は現在審議中です。ほい。実験記録 CN975A。日時。実験対象 SCP-CN574 実体1個。実験方法 HZ から。HZ の電磁波を照射する。結果電磁波は SCP-CN574 を貫通し何の影響も与えませんでした。観測された周波数と波長は発射時と同一です。実験前に気づいて叱るべきだった。そもそも電磁波が干渉できるならばそれの発見はもっと容易だったはずなのだから、博士。日時。実験対象 SCP-CN574 実体1個。実験方法可視領域の光線を実体に照射する。結果可視光線が SCP-CN574 実体を通過後、わずかに湾節が発生しましたが、その屈折角は0度となりました。これほどまでに屈折角が小さいとほとんど判別することができず、判別には非常に繊細な注視が必要だ。少し背景光が強くなっただけで全く見えなくなってしまった。博士。日時。実験対象 SCP-CN574 実体1個。実験方法 AT-M の電磁場を用いて、加速、減速及び方向変更を試みる。結果実体は電磁場を用いることで完璧に動きをコントロールすることが可能となりました。この結果が一つのミサを作り手段を与えてくれたが、依然として実体は他の物質に何の作用も及ぼさない。実体同士をぶつけた場合は何が起こるだろうか博士。日時。実験対象 SCP-CN574 実体2個。実験方法2機の電磁的加速射出機器を用いて実体2個を秒速 M で衝突させる。結果2個の SCP-CN574 実体は互いに干渉せず通過し、何も発生しませんでした。もう少し速度を速めるべきではないだろうか博士。日時。実験対象 SCP-CN574 実体2個。実験方法2機の電磁的加速射出機器を用いて実体2個を秒速 M まで加速して衝突させる。結果、データ削除。この事故でサイト CN12 はほぼ全壊。周囲にはカバーストーリー、ガス爆発。オルフしました。博士は重傷を負い、厳重注意の上権限を L1 まで剥奪、一般研究員に降格されました。死者が出なかったことは本当に奇跡としか言いようがない。O5、CN。日時。実験対象 SCP-CN574 実体20個。実験方法2機の電磁的加速射出機器を用いて実体2個を秒速。M まで加速して衝突させ、さらに4個、6個、8個と数を増やしていく。結果前回の実験により発生した事故を鑑みて、本実験は、小の5微熱核爆弾試験場で行われました。本実験により参与した SCP-CN574 の数量が反応の程度と継続時間にどのような関係にあるのかが測定されました。この結果を鑑みて、現在 SCP-CN574 の兵器転用プロジェクトが審議されます。影響半径と爆発威力は数量と比例関係にあるようです。博士。